きげんよう、タコボンドです。いやタコです。早速後ろにある宝箱を開けていこう。お、ブルーキング手に入れたね。わ、変身できちゃった。レインボーフレンズのブルーだね。いや見てこの動き、ゼリーみたいだね。まあ、どうやらこの世界にはね、変身できるキャラクターが隠されてるから、いろいろ探していこう。向こうの方に何かあるね。よし、じゃあみんなで行こう。さあみんな、こっちだ。さてあれは、ここを登らないといけないのか。ジャンプ。おお、タコみたいなジャンプだ。いいね、このジャンプ。それから、あ、新キャラゲット。ブルーソード？こんなのもいたのか。変身。ん？え、なんだなんだあれ。え、まさか、ブルードラゴンじゃないか？目がバッテンになってるよね。うわ、どっか行っちゃった。てか、ブルーソードになっちゃったし。これは、あ、攻撃できるね。よし、剣で切り刻む。うわー。ブルーでこんなことやってみたかったんだよね。ってことは、なんか、戦うとかありそうだな。ブルードラゴンいたよね。あれも欲しいところだな。よし、じゃあ次はこっちだ。おー、川からなんか現れたぞ。すごいカラクリになってるね。よし、剣のみんな、こっちだ。仲間たちが増えてきたね。剣の仲間ち。あれはなんだ？今度はブルー雲。うわ、やばい。これ今、剣を振って戦う時だ。あれ欲しいな。うわー、顔がブルーだ。よし、くらえ、よいしょ。よし、どんどん手に入れていきたいね。ブルーのコレクション増やしていくぞ。よし、残り体力半分。いいよいよ。案外そんな強くはなさそうだな。あとちょっと、せい。もう一回、せい。よ、おー、倒したー。やったー。雲倒しちゃったね。待て。卵産んでるし、倒した瞬間。この卵は拾えないか。新しいブルー雲が生まれそうだな。とりあえずコインを取ってと。それから、ここで。え？え、なになにこれ？やばい、こんなキャラクターもいるのか。うわ、恐ろしいキャラだらけ。とりあえずさっき手に入れたブルースパイダーだね。やばい、間違えた。怖い、ブルーになっちゃってるし。こっちこっち。あ、コインを使って手に入れるのか。来たー、ブルースパイダー。今度はこれだ。なんかジャンプできる。うおー。このジャンプをうまく使って向こうに行くってことなのか。よし、向かっていこう。よいしょ。届いた。よし、みんなもこっちだ。乗り越えたね。いや、いつかブルータコとかも欲しいな。お、なんだ。とりあえずチュートリアルは終わったね。こう行ってみよう。お、この世界は一体なんだ。あれ、向こうにいるのは、あ、キャットナップだ。これももしかして倒したらもらえるんじゃないかな。待って、剣に一回変えて。よし、戦おうじゃないか。行くぞ。さい。え、待って、え、なになに？やばいやばい。なに、どうなってんの？うおー、キャットナップが進化したー。顔恐ろしすぎでしょ。うわー。よし、じゃあ戦うしかないか。避けろ。うわ、毒ガス吐いてるし。よし、これ剣、よいしょ。暗い。あっさい。なんか、攻撃が地味じゃないか？やばい、今度は、毒を降らしてきてる。やるな、邪悪な、キャットナップ。うわ、ほんのちょぴっとずつしか、体力減ってないし、うわー、強い。なんとしても、この邪悪なキャットナップは倒さないと、世界が滅んでしまう。うおー、やばい。体力半分ぐらいになってきたか。ちょっと待って、一旦キャラクター変えて戦っていこう。クモにしよう。さあ、ブルースパイダー、行くぞ。くらえー。うわー、なんだ、弾かれた。食らってるのか、これ。ちょっとダメージ入ってるね。
まあ、やばい、やられそうだ。ダメだ、ブルースパイダー。キャラ変えよう。なら、ブルーキングで行こうじゃないか。なんだ、うおお、吹っ飛ばされたか。さて、ブルーキング。なんかできる？やばい。何も攻撃ないぞ、ブルーキング。やられたー。ちょっとこうなったら、新キャラを探してくるしかないか。一旦戻ろう。よろしくね。チャンネル登録、高評価、よろしくね。この辺、いろいろ売ってあるね。うわぁ、欲しいな、あれとか。まずは、ブルータンクにしてみようかな。よし、これは、200? ロバックスかかるのか。じゃあみんな、200高評価よろしくね。さあ、今日の溜まった高評価はここに使おう。よし、手に入れた、ブルータンク。めちゃくちゃ強そうだ。こんな姿になってしまったブルーなら、倒せるはずだ。さあみんなで行こう。いや、まだいるね。さあみんな頑張ろう。いや、残り体力、まだ結構あるな。よし、狙いを定めて。あれ待って。これ当たってるのか？あ、当たったね。一発70ダメージか。結構入ってるよ。うおー、吹っ飛ばされた。うわ、毒吐いてる時の顔、怖いなぁ。よし、動いてない。今がチャンス。お、剣のみんなも頑張ってくれ。頼もしい仲間たちがいるね。おっと、避けて。やばい。タンクの体力も半分ぐらいになったか。よし、でも、キャットナップの体力も半分だ。あとちょっと、うおー、毒の雨。降らしてきた。避けてどう？いいよ。みんな大丈夫か？溶けてないか？溶けないでくれ、みんな。おー。さあ、次はどんなのが来る？毒だ！毒の雨。避けていってと。うわ、でも可愛いキャットナップだったら、友達にしたいところだったんだけどね。こんな恐ろしい奴は、倒すしかないよね。あれ？なんか新キャラだ、これ。おー。どこで手に入れたんだ？これ、レインボーフレンズのパープルだね。パープルが、なんかベビーカーに入ってる。あんなのもいるのか。でもあとちょっとだぞ。いけるいける。よし、みんな集中狙いするんだ。ついに倒せる時が来るぞ。これ倒したらもらえるのか？このキャラ。欲しいんだけどこれ。僕の顔もあれになりたい。倒したぞー。よくやった、みんな。やったー。さて、お宝は？なんかある？倒れてるね。待て。なんかちっちゃいのがいるぞ。ちょ、待て。キャラを変えよう。ブルーソードにして。なんかちっちゃいの来たね。まだ戦いは終わってなかったか。これ多分生み出したんだろうね、キャットナップが。しっかり倒していかないと。オッケー。残りは、うわ、まだうじゃうじゃ来た。どんだけいるんだ？でも体力100ぐらいしかないから、簡単に倒せそうだね。さあ行くぞー、ほげー。ほげたー。しょうがない。ブルータンクで本気出すなんだ？え、待てよ。またなんか進化してないか？うおー。悪夢、キャットナップだ。悪夢のキャットナップ、うわ、顔怖い。やばいな、あの顔。これだよね。真ん中のやつ。これが登場したのか。これこうなったらちょっと僕もね、またキャラ変えようかな。一旦戻ろう。じゃあ次はね、これも欲しいな。ハギーワギー。でかいね、このハギーワギー。ロボーハギーだね。499ロバックスか。みんな、まだ高評価教えない人は高評価よろしくね。よし、僕が代表して買ってしまいました。ロボハギー。おー。今日から僕の友達だ。でかいね、これ。技は？おー、ビームを出す技と、あとこれもある。スキャン中って出てるね。え、なんだこのスキャン。何をスキャンしてんだろう。まあ、とりあえず、キャットナップのところに向かうか。
確か悪夢のキャットナップに進化してるよね。このロボハギーで倒してやる。さあ行くぞ。うわ、技とかも進化してんじゃない？うわ、早い。毒出すスピード速くなってる。うおー、動けない。待て、ロボハギーが攻撃すると動けなくなるね。やばい。キャー、溶かされた。強いな。待て、ここから狙っちゃうか。よいしょ。うわ、当たってないか。うまく避けたね。やるじゃないか。よし、攻撃を避けていって、この辺から、ほい、ほい、ほい、いいね、3発。連続で繰り出すのが強いんじゃない？避けて、この辺から、あ、よいしょ。よし、コツつかんできた。もう一発、やばい、降ってくるぞー。うわー、これ一撃か。あの毒の雨強いな。スキャンとかも使ってみよう。よし、この辺に、どうだ？スキャン中出てるけど、何がどうなるんだ？でもいいぞいいぞ、体力減ってる。よし、この辺から、やばい、近すぎたか。来るよ。ほげほげほげ。やるじゃないか、キャットナップ。いや、絶対欲しいな。あの姿になって暴れたいよね。これ乗れるかな、上。いや、さすがに乗れないか。よいしょ。乗りたかったな。これも倒すしかないね。行くぞ。せい、せい、せい、オッケー。さあ次どう来る？よし、雨来るよね。パターン、キャットナップのパターンは、毒の雨と、毒を吐く技だけだね。これをうまく避けて。やべ、来る。よいしょ、避けて。あとちょっと、よ、倒したー。みんなよくやったー。爆発したー。なんかランキング出てるね。ダメージランキングタコッボンド。死んだ回数もタコッボンドだ。え？え、待って。これってまさか、うんこだ。いや、なんだこれ。こんなの手にいっちゃったし。これボス倒したらもらえるやつかな。こんなのちょっといらないな。あれでもみんな、あ、待って。これもう、あ、なんかもらえそうだね、また。よし。キャラ来てくれ。何来る？レア。レアなキャラ。おー、これ何？ 3.8%。結構確率低いやつだね。てか待って。え、みんなのキャラいいなー。え、みんなはこれ手に入れたってことなのか。僕のやつは、うんこだよね。他、新しいキャラは、手に入れてないか。他のみんなは、スマイリー系のキャラだよね。僕は、今日から、うんこか。やだやだ。さすがにキャラ変えよう。ロボ、ハギーにしようかな。よし、これ。てか、また、キャットナップ生まれてるね。よいしょ、うおー。2戦目始まっちゃったし。いや、もういいや、2戦目は。さあ今日は悪魔のキャットナップを倒してしまいました。ドッグ D もいたのか。これキャラクターコンプリートしていきたいね。欲しいこれ。なんか隣のキャットナップが、すごいこっち見てんだけど。それではみんな、じゃあね。